はい、こんにちは、タイの英語チャンネルを始めたいと思います。Hello, how are you? I'm starting the Tea's English channel for today, and please listen to the show. I will talk about the way of thinking to achieve your goal. 今日のテーマはですね、何かを達成する時の思考法っていうか、その取り組みの時のコツについてです。はい。それと、そうですね、最近どうですか？私は最近どうですかっていうのも、あまり、なんていうんですかね、瞬間瞬間をまた生きてまして、だんだんあんまり連続性の中にいない感じもあるんですけども、でも年の瀬が早いですね。もう12月ですよね。It's already December です。So you might must be busy for working or preparing for the next year ですよね。忙しくされてるんじゃないかなと思います。今日はなんでその達成法についてなんですけども、そのテーマを選んだかというと、真面目にコツコツ頑張っている人もいるだろうし、あと逆に真面目にコツコツやるってすごくダサいっていうか、そんなんやっても意味ないんじゃないかっていう人もいるだろうし、いろいろあると思います。でも、心理学的にはですね、心理学的に、発見的な思考法っていうヒューリスティックスっていうのがあって、それは、仮説的に思考するんですね。で、仮説で、回答を得るっていう感じで、必ずしも全部正解ではないっていう思考法と、で、アルゴリズムって言って、一つ一つもう本当に規則正しく、回を詰めていって、で、正解に至るっていう方法があるんです。で、真面目にコツコツっていうのはそのアルゴリズム的なやり方ですよね。もう一つ一つだから基礎を積み重ねていって、それを何日とか繰り返して、そうしたら応用ができるようになるよみたいな感じだし、回答を何か答えを得ようっていう時も、一つ一つ可能性を確かめていって、で、最終的にこれっていう回答に至るっていうものなんです。で、でもう一つのヒューリスティックスっていうのは、どっちかというと、何か目の前にある出来事とか、あと問題、試験問題とかもそうですけど、何かの知識っていうのを、応用して、類推して、で、その回答に至る。だから例えば試験問題とかで、いくつかの選択肢がある中で選ぶとかいう時は、似た分野はないかとか、今までの勉強の、100覚えてるわけじゃないけども、50%ぐらいの、50%から60%ぐらい覚えたぞ、やったぞっていうところで回答に至ることができるっていう、そこを信じてるっていうのもあるし、そこを使っていこうっていうやり方ですね。はい。で、なので、真面目にコツコツがダサいわって思う人もいる。その時にすごく、逆転的な、何か一つのことがあったら全て変わるんじゃないかって思うかもしれないけども、やっぱり真面目にコツコツやるのも大事なんです。っていうのは、そのヒューリスティックスを使う、にしても、一つ一つ積み上げて、全部を積み上げるわけじゃないんだけども、ベースってなるものは必要なんですよね。なので、そこが大事で、逆にじゃあ真面目にコツコツやってれば必ず結果が出るのかっていうと、そうではなくて、その何らかの回答だったり解決だったり、または達成したいことっていうところに向かう時には、必ず飛躍してるポイントがあるはずなんですよ。1から全部積み重ねてって、そこに至るわけじゃなくって、5ぐらいまで来て、そこから10に行かなきゃいけないとか、そういうことってありますよね。で、なので、その
積み重ねるっていうことをやっているだけだと、ずっと積み重ねているだけ、もう1から10、10から100って、なんかまあ日数かもしれないし、分量かもしれない、なんかのね、仕事のとか作業の量かもしれないし、でもそれをずっと積み重ねているだけで、結果その何かこうチェンジ、なんか変化があったりとか、あるいは達成があったりっていうのとはまた全然別の次元だったりします。だから試験とかを何か受けるにしても、もう知識はもう万全に、もう全ての分野でやりましたと。でもどんな試験問題が出てくるかっていうのは最終わからないんですよね。でどういう聞かれ方をするかもわからないんですよね。だからその時に用意した知識とかを当てはめるだけでは答えに至ることができないんです。でそれはでそこでそのヒューリスティック的な考え方、ちょっと飛躍するっていうですね、まあ私はこの案内ではぶっ飛ぶって書いたんですけど、まあ全く違う発想でいくってことです。だからコツコツやってたんだけど、最終何かやるぞっていう時に全然違う思考を持ってくるんですよ。そういうことで達成できるし、変化が生まれるし、違う次元に行くって感じですね。でそこでそのパラレルワールドっていうのも出てくるんですけど、まあ私はこの世界はパラレルワールドっていうのは信じてるし、そういうふうなものだっていうふうに体験してもいます。だから連続性がないんですよね。あるポイントとあるポイントの連続性がないけど、でも何て言うのかな、その連続性がないところに本当に一瞬でワープできる。例えば私が今ここで喋ってるんですけど、全く違う場所と時間に一瞬でワープできるほどには私はそこまでなんかマスターしてないの でそれを本当に本当に信じてたら別にそれもできるんだと思うんですけど、まあ、そこを目指すのはちょっとやりすぎだから、一気に行き過ぎなんで、そこまでぶっ飛ばなくても、でもこの一瞬っていうのも次の瞬間っていうのは本当は不連続なんです。だから、何かを達成したい時に、例えばなんか音楽とかやってて、小さな会場からすごく大きなところにいずれ行きたいとかって思ってたとしても、なんか小さいところを積み重ねてったらそこに行けるっていうことではなくって、全く違うものだと思って、全く違うあり方というか、そこを変えていく、もう逆にそこでやるためには何が必要なんだろうっていうふうに考えないと、小さいところでやってたことの積み重ねて連続してその大きな会場に行けるっていうんじゃないんですよね。でそういう感じなんです。なんかそういうのがなんか伝わったらいいなと思うんですけど、はいですね、そういう経験ってありますか？でも仕事とかもね、毎日結構同じことの繰り返しでこんなのやってて何の意味があるんだろうとかって思うこともあると思うんですけど、確かに繰り返していることでは違う結果っていうのは現れない。だから同じことを繰り返して、同じやり方で繰り返していて、でもいつかすごく評価が高まってるんだろうとか、そういうことはやっぱりないんですよね。でもこの体的には同じことを繰り返すことでそれをマスターしていくって、その分野だったりとか考え方だったりとかを知っていくっていうのはまず必要で、でもその違う地点に行く、まあ、例えば昇進するとか、まあ、リーダーになるとか、そういう時っていうのは何か全く違うフェーズに行ってるんですよ。その違うフェーズに行くには自分の在り方というか、そうですね、そこにいる自分を生きてる必要があるっていうのかな、そこの在り方が引き出される。だから何かをコツコツやる大事で、それプラス全く違うフェーズに行く考え方とか発想とかをする。でそれがまあ心理学だったりとか、そのコンピューターの考え方でアルゴリズムとヒューリスティックスっていうのがあります。ヒューリスティックスはまあ類推ですね。で、そんなようなことを。で、それがなんでこういうテーマでと思ったかというと、やっぱり真面目にコツコツやっててもダサいって思うか、逆に真面目にコツコツやってるだけどなんか報われないなとか、
なんだろう、真面目なんだけど、そのもう一つのブレイクスルーみたいなのがないっていう状態にある人、あるって多いんじゃないかなというか、あのそういうことってあるかなと思うんですよね。で、うん、自分たちが受けた教育でも、まあ1年経ったら次2年生になって、まあ、1年生が2年生になって次3年生になって、で、まあ、受験っていうのはだいたいこういう点数取ってる人たちが、まあ、ここの学校行ってとかって、そうやって振り分けられてみたいな、そういう印象があると思うんですけど、だからそうやって進んでいくもんだって、すごくこれ結構固定観念として強くあると思います。でも本当はそこは連続はないんですね、うん。1年生が6年生になる、まあ連続してるようには感じちゃいますけどね。だから数の概念だったり、この年月だったりとか、分量だったりっていうのは結構強く私たちありますけれど、1を積み重ねてったら10になるんだじゃなくて、まあ、1と10っていうのは別物だ、それぞれのエネルギーだったりとか、まあ、価値だったりとかがある。だから 1を10個集めれるように頑張ろうじゃなくて、もう10っていうのを取る、持つにはどうしたらいいんだろうっていうふうに変える。ただ、思考だったりとか体としては1を1個ずつ集めていったら10になるっていう、なんか納得のいく体験っていうか練習っていうか、そういうのも大事なので、これを並行して行う感じですね。だからどっちも大事なんですけどね。だからいつもいつもすごいぶっ飛んだ考えで、もう、そのゴールに行っちゃえばいいじゃんって、練習なんかしなくてもいいじゃん、何も真面目にコツコツやらなくてもいいじゃんってことではないんですよ。ただ、両方で、その両方をやるっていう、違うこと、違う思考法をするっていうだけでもすごく、まあ、トレーニングにもなりますし、究極的にはこうグレーゾーンっていうのになれるっていうか、もう白黒はっきりしてないところにすごくこう無限の源みたいなのがあると思われるんですね。なのでそのグレーゾーン、白黒はっきりしてないんだなっていう、だから私がこう目標達成のためにはこうするんですって言ってるそばから、そうじゃない世界が広がってる、全然違うやり方、全然違うところからこうふって実現する可能性があるって、そういうところにいつもいるというところですね。そこをすごく意識しなくてもいいけど、なんとなく知ってるだけでも違ってきます。なんかこうね、現実感覚というか、実現する時の感覚、体感覚、あと、まあ、モチベーションだったりも、こう、ああ、これだけやらないとここに行けないんだって思ってたら、がっくりしちゃうかもしれないけど、はい。そう。でも、ある分野とかにこう、慣れるっていうのもやはり大事ですよね。うん。そういうお話をしました。そう。そう。It's important to train or study something and, long way, but also we have to jump to the achievement so that we can achieve it for real、うん、なんですよ。なんかすごく達成できちゃうんですよね、うん、そこには飛躍がありますね。絶対そこに行くんだっていうところだったり、そうで、なんか真面目なんだけど真剣じゃないなって感じることもあって、真面目なんだけど真剣じゃないっていうのは不思議ですよね。だから、真面目も真剣も、英語で言えばどっちもシリアスなのかもしれないんですけど、シリアスね、シリアスとか真面目はキーンオンとかなのかな。真面目っていう、なんかそういう概念もあんまりアメリカになさそう、アメリカとかね、欧米になさそうな気がしますけどね。でも真面目なんだけど、真面目に頑張ってるんだけど真剣じゃないっていう、なんか不思議な感じありますよね。ですごくこう疲弊しちゃったりとか、からこの今の状況もあって、いろいろなんかニュースも聞いてるとね、なんか不安になったり、
こうディプレッシブになったりすることもあると思うんですけども、でもだからなんかその真面目で疲弊しちゃう感じっていうのにはさらにこう来ますよね。こうちょっとずつね。で、映画の「インセプション」っていう映画ね、ディカプリオの主演の映画で、最初にディカプリオがなんかとうとうと喋って、渡辺謙演じる斎藤って人にとうとうと喋ってるシーンがあるんですけど、でそれで何が一番人にとって危険なものかって聞いてて、で何が一番危険かっていうとアイディアなんだって。コンセプト、アイディアスってが危険だと。でそれを植え込む、潜在意識に植え込むっていうのがインセプションで、そういうことを、自分はやってるっていう、紹介していくんですよ、自分のことを。でもそのアイディアっていうのはね、概念とかこう考え方っていうのは本当に日々こう意外とちょこちょこ入ってくるんですよね。でそれが何て言うのかな、それこそがバイルスみたいにブワーって広がってくるっていうか、そういうことがあります。でそういうのがあるんで、それこそね、それに対するワクチンって何だろうって思ったら、違うアイディアっていうのを頑張って入れるというか、違うアイディアがあるってことをまず知ることだけでも、何かのアイディアが絶対じゃないって、もうこの世界絶対っていうのはない、グレーなところでいろいろ人が決めて何か言ってる、何か世界を体験してるっていうのがあるんだけど、究極はグレーで、パラレルリアリティだから、いろいろちょっとずつバージョンが違ったりとか、より良いバージョンっていうのがあったりする。で私このティーズ・イングリッシュ・チャネルは何のためのイングリッシュチャンネルなのって今日考えてたんですけど、そのイングリッシュチャンネル for what って思うと、イングリッシュチャンネル for your better version of yourself to appear、 なんかこうもっとより良い better version or best version of you to appear、っていうチャンネルかなと思いますね。あなたのもっとより良いあなたとか、もっと一番ベストなあなたっていうのが現れてくるためのタイの英語チャンネルっていうふうに考えました。そうだから、パラレルリアリティの中でも一番いいバージョンの自分をね、表していこうじゃないかっていうね、そういうあれがあります。そういうなんか目的っていうか、私の何なんでしょうね、なんかそういうふうに思っていることがあります。でそれがアイディアにはアイディアで、There is different ideas in the world. So when you know something different, you will see the world differently. ね、なんか違うふうに、違うアイディアを知ったら違うように見えてくるっていうのがあります。さて、そういうことで、ヒューリスティックスとアナ、アナ、アルゴリズム、コツコツ積み重ねるけど、あるところで、でもコツコツの先にそこに行けるんじゃないって知ってるっていうのはすごく力になります。だから何かを達成したいって思った時、なんか試験に合格したいとか、もっとなんか大きな規模で何かやりたいんだとかっていう時は、全く違う解決の仕方がある、全く違う自分でそこにもういるんだっていう。でそのためのでもコツコツの中で、こうやったら飛べるんじゃないかっていうポイントを見つけるとか、そういうふうになるので、なんかそれぞれをこううまく使って、自在にっていうふうに書いてたんですけど、だから自分自身にあるってことですよね。自分自身にそれを解決したりとかするっていう力だったりとか知恵だったりっていうのは、本来は備わってるっていうお話です。そんなだからことですね。でベタバージョン、より良い自分を、よまた違うバージョンの自分をこう表していく、それを表し続けるっていう連続なんですけど、そういう意味での連続、なんか不連続な連続があるって感じなんですけど、
それがやっぱり意識に光を当てるということ、何か自分が気がついてなかったことに気がついていくこと、意識化していく。で、前回意識化、こう、うまくいかないこととか、なんかこう反射的に反応してることっていうのはすごく無意識なんだよっていう話をしてました。で、無意識にやってることっていうのはやっぱり発展しなかったりする。仕事でもなんとなくそういうふうに言ってますとか、なんとなくこんなふうにしてますっていうことは、やっぱり結果、それによる結果ですね、コンセクエンスっていうのを知らないから、なんとなくのぼんやりでやってるから、それがさらに発展していくってことがない、いくらそれを続けててもっていうのがあるので、やっぱり意識的にやってみるっていうことですね。何気ない、まあ、仕事でだったら何気ない声かけとかも意識的にやってみるとか、そしたらその結果どうなったかっていうのも検証できるし、でそう、じゃあ、これ違うんだなってやっていく。で、それは、まあ、プロの仕事だったりっていうのがあるんでしょうね。最初からうまくいってるわけではなくて、結果から、意識的に取り組んで、結果から学んで、また次、行動を変えていくっていう、そういうのがありますね。うん。で、あと、心理学的なトピックで言うと、私が、こう、まあ、いろいろ、こう、やってきて体験もして思うのは、こうネガティブなこと、まあ、今年で言えばその、ね、いろんなことが自粛モードになったりとか、まあ、いつになく家の中にいたりとか、まあ、あったし、今まで外へ外へって向かっていたエネルギーがこう内側に向く時だったんじゃないかなって思います。で、そういう時、そういうことっていうのを一見ネガティブに思えても、それってこうバランスが変わることなんですね。エネルギーの向く方向が変わるっていうのは、だからこう全体の状況としてはそういうのがあったし、まあ、個人的に何か起きてくる変化の時に起きるっていうのは、なんかすごくポジティブにこう気持ちが明るくなったり、今までにない考え方をしたりっていうところと同時に、それまでのなんか自分に対する何というのか、後悔っていうのもあるかもしれないし、すごくこう悲しくなったりとか、気分が落ち込んだりとか、今までにこう情熱かけてやってたことがなんか同じようにできないってなって、すごくこうこうドーンと落ち込んでしまうっていうことが起きたりします。もうなんかもう涙ってなったりとか、でそういう変化の過程でそういうことが起きてくるっていうのは、こうまあ、バランスのが変わる、だからこう小さくバランスをとってたのが大きく変わるときに、まあ、それこそ体だったら怪我をしちゃうとか、そういうことってありえますよね。で、その大きなバランス、今までこうやったら人からまあ認められてうまくいくだろうって、すごく小さいところで頑張ってたところをもっとこう大きくやっていくときに、まあ、人にぶつかることもあるかもしれないし、何かしら自分の中で問題だって思うことが発生するかもしれません。でもそういうことを一見ネガティブなところっていうのを通っていく必要があるんですよね。やっぱなんかトンネルを通るような感じなんでしょうかね。なんかちょっと暗い夜道になっちゃうような、だから明るくポジティブに、なんかすごくいいことが起きてきたなって、今すごくいいなって思ってたのに、なんかドーンって落ち込んじゃったりとか、でそういうことを怖がらずに、まあ本当にね、まあね、うつとかを心の風邪とかって言ってたりもしたけど、それもその言い方もあれですけど、まあなんか、なんていうのかな、なんかすっごく落ち込んじゃって本当に嫌になっちゃう時もあるんですよ。本当にあると思います。でもそれも、まあ今までの自分っていうのがすごく、まあ古い自分っていうのがこう最後の断末魔っていうか、その時のなんかその自分が消えていくところなんだなっていう感じで、だから自分自身っていうのは全く大丈夫なんだけど、その古い自分がなんかもう泣いたりなんかもう落ち込んだりしている、その最後の最後のなんかこうなんかあがきみたいなのがあるって、そういうふうにまあ捉えて、なんとか、その自分っていう可能性はもうそんなものではない、今までの自分
でもないし、まあ、自分が知ってる自分っていうのも本当に一部なので、なんかこうドーンって変わっていく時にあったりするけども、なんか持ちこたえてほしいなと思います。それは自然なことです。でもし何かのこう専門的な助けがいるってなったらね、なんかなもしかしたら本当に占いとかなんか相談とかでもいいし、まあ、私も相談決定回ってますけども、受けてみたらいいのかなって。で、まあやっぱりあんまりね薬とかはおすすめはできないんですけど、勘がね鈍っちゃったりとかしますね。だからますます落ち込むっていうことがあるかもしれない。でだけど、まあ何かこうね危険な状況になる場合はね、そこその薬で抑えるっていうのが必要なんだけども、そうですね、まあ本来のところで言えば自分たちは、呼吸だったりとかイメージだったりっていうので自分自身を癒していくこともできるし、こうなんていうか開発していくっていうか啓発していくって自分でできるんですよ全部。だから外側からも持ってくる必要がない、人でもないしその物質でもないしって自分でできるんだっていうところですね。なんかそういう最近ではそのヨガニドラっていうのを学んでるんですけど、意識的なリラックスで、やっぱりケーキ食べるとかコーヒー飲むとかなんかお酒飲むとか、まあ、そういうのも楽しいしいいんだけど、そこから得てるリラックスの日じゃなくって本当に本当にリラックスっていうのは自分の状態、今も何かこう私もこうあなんか早く喋んなきゃとか間違っちゃダメだわとかなんかそういうふうにプレッシャーを与えるんではなくって、まあ、自然な状態でいるっていうことで本当にリラックスしていくことができるですね、だからまあ逆に何かの物質を取ることでバランスが取れてるんだとすれば、まあそれ以外の時間っていうのが妙に無理したりしてるのかもなって、なんか呼吸が浅くなってるのかもしれないし、なんか喋り方とか相手のペースにすごく合わせてるのかもしれないし、何かその中でも全部は変えることはできなくて、何か環境によってね、その仕事場でもそうだし、まあ、何かの家族でもそうですけど、そういう環境によって求められるスピード感とかなんかキャラクターとかあるとは思うんだけども、でもその中でも自分がなんかちょっと意識してみて、ゆっくりなんかいつも気が焦ってるけど そんなに気焦る必要あんのかなとかね、そうやって自分のリズムを取り戻していくっていうのはなんか自信になります、自信になります。なんかそういうことが、だから自信っていうのも、まあ、今日は達成とかそういう話をしてるんだけど、何か達成したから自信があるとかいうことではなくて、なんかそうやって自分で自分をマネジメントをしていけるんだなって、外側の状況によらずに安心することもできるしリラックスすることもできるし、まあ自分らしくていいんだなっていう風になると自信が湧いてきます。はい、そういうことですね。心理学的にというか、まあ、心理的な働きとしては何か変化していくっていう時はこう上がったんだけどすごいドーンと下がるようなこととかもあったりする。だからあとエネルギーの向き方が変わって今までやってたことが、まあ、面白くないとかそういうこともあるって、それはすごく自然なことです。そういったことも、まあどこかに心に留めているとなんかあった時にね、それこそなんかまあ予防医学みたいな感じですよね。こんなの知ってたらそこでドカーンとこう来ないっていうか、そういうのがあります。ピンチはチャンスみたいなものもあるけども、で何かそういう意味でのアイディアっていうのを、アイディアだったり考え方っていうのを持つといいですよね。いろいろ当たり前に思っていることを疑ってみるとか、はい。さて、そんな感じで言ってましたけど、達成のための思考法、コツコツも大事、そしてぶっ飛ぶ点
ウッド点ってね、どんなんか人によってあるんでしょうね。でもね、だから多分自分の体験の中のなんかこれはうまくいったぞっていうので、体験の中ではまあもしかしたらコツコツやってたら最終褒められたぞとかっていう体験だと思ってるかもしれないけど、どっかでぶっ飛んでるポイントってあるかもしれないですよ。だからそれをちょっとなんか思い出してみたら楽しいかも。なんか過去のうまくいった経験をこういうふうに解釈してたけど全然違うかったかもっていう、でそういうあのうまくいくパターンの解釈を変えることで今にも応用していくことができますよね。はい、そんなような感じで、で2020年の振り返りと2021年の展望っていうのもね、だからまあなんというか、いい意味でもまあいろんな意味でもなんか先が見えない、先こういう人生、こういう毎年こういう感じで続いていくんだろうなって思ってたものがなんかねなくなっているような気がしますよね。そうだからね、 We are facing really extremely strange situation, a weird situation, so we cannot predict what will happen next ね、 what will happen next year、 だからどういう風になっていくのかと思ってしまうんですけどね。そういう時だからこそやっぱりそのイメージを自分の中で何か持ってみるとかいうのはいいんじゃないかな。展望、ああそうそう、でそういう時にですね、だからあの結構自分に厳しかったりこう自分自己否定になったりっていうことがあると思うんですけど、自己否定、やっぱり私たちは社会的に生きてるので、なんか、ちょっと唐突ですけど、でも社会の中で生きてるので、でそれこそ今年はすごく分かりやすかったですよね。でもそうじゃなくても私の小さい頃でもなんかバブルがなんか崩壊したりとかで、それまでいやこうやって生きていたら成功しますよみたいなのがなんかコロッと変わっちゃって、なんかこういう人がいいって言われてたけど、これからはコミュニケーションでなんか自己アピールをしてくださいとかって突然言われたりとか、あのなんていうのなんていうのかな、なんかこう自分ではどうしようもないことってありますよね。で自分ではどうしようもないことですごくコンプレックスを抱いたりとか、なんか悲しい思いしたり悔しい思いしたりって、そういうことがありますよね。だから自己否定って本当にいらないなって思うのは、あの自分ではどうしようもないことだからなんです。で逆に自己肯定っていうのもあるけど、自己肯定の中で例えば外見とか何かこうあの性格とかなんかこうやってることに対して人が評価してくれるっていうのは、それもやっぱり自分ではどうしようもないことなので、なんていうかな、それがあるから自信があるっていうことではなくて、もうお任せして、で人がどう思うかっていうのはお任せしてっていうことですし、で今までの体験の中で嫌な思いしたなとか、なんかこんなことができなくてとかって思ってたことっていうのも自分ではどうしようもないこともあったので、あったと思うんで、そういうのって本当に今ってどんどんこう忘れちゃって、今を生きるっていうか、そういう自分の否定とか自分の肯定とかそういうことをベースにして何かを成し遂げていこうってするんじゃなくて、本当に今っていうところにあるっていうことなのかな。でその今にあるっていうことがパラレルリアリティを、まあ、より良いものにしていくっていうことでもあるし、あの一人一人の意識っていうのが一人の世界を変えて、でさ世界が変わってるから全体も変わってっていうところにもう本当にコミットして真剣にあのこうやっていくっていう、そういう時代なのかな、時代っていうかそういうふうに生きていきたいなって思いますね。だし何度も繰り返していたいのは、だからそういう自己否定っていうのはあのいらないものだよっていうことです。自己否定、
そういう否定をしてるから綺麗な洋服買おうとか、なんか、っていうのもありますよね。だから最初にマイナスだって思ってるから、じゃあプラスにするにはどうしたらいいんだろうって、いろんなことをやっていくっていうふうに、まあ、なってるところもあったし、でもそういうんじゃなくて、なんか本当にこのアイライン一つ、アイライナー一つとっても、自分はこの色好きだから、こういうお化粧してみようかな、だからここのコンプレックスあるから、ここを隠すにはどうしたらいいかとか、いう発想じゃなくて、クリエイトしていく。で、そういうのに、まあ、一回今年は本当に波が引くみたいに、こうぐわーっとこうエネルギーがこう、まあ、内側に来たかなと。それをじゃあどういうふうに使うのかっていうことですね。で、最近面白いなと思った説が、占星術のマドモアゼル愛先生の月星座のお話で、月星座っていうのが、いろんな力があるというか、っていう説もありますよね。だから自分の太陽星座っていうのが、まあ、あって、月星座っていうのがあって、まあ、太陽が生まれた時の太陽の位置ですね、がどこの星座に入ってたか、で月はどこにあったかっていうのなんだけども、で太陽っていうのはこう意識的なところで、月っていうのが無意識なところなので、だから無意識な魅力とかを表す月星座というふうに言われてたんですけど、いやそうではなくて、月星座にあるものっていうのは全くその人にない性質なんだっていうお話なんですよ。でないんだけども、とらわれてるっていう、だからそこが面白いところなんですよね。で、かつ月の年齢っていうのがありまして、その月星座に対応して年齢の区域があるんですけど、年齢があるんですけどね、そこを育ててるとか、月星座っていうのは、0歳から7歳、もう子供の時の意識なんですよ。その時に月っていうのを育んでると。なのでほぼ無意識ですよね。で親からかけられた言葉だったり、期待だったりとか、まあ投影だったりとか、そういうのを受けてるものが月の意識なので、私が解釈するには、まあ月星座っていうのは全くないかどうかは分かんないんだけども、なんか子供の時に例えば親から褒められて、それが自分だと思ったとか、子供の時に、まあ、親の期待で、親がこんな子であってほしいとか、あとは親が自分は本当はそういうふうに生きたかったとか、まあ、あるいはそういう人は嫌いなんだとか、そういう期待を持って見てたものっていうのを自分だと勘違いしたっていう、なんかそういう感じが私はしました。だから月星座って、私だとさそり座なんですけど、だからミステリアスでとか、まあ、女性的な感じで、で、まあ、洞察とかが鋭いと。で、結構人にこうバシッと言ったりするような感じもあるし、まあなんか引力のある感じですかね。でも私の例で言いますと、そういうなんか洞察力っていうのはないわけじゃないけども、特に、その洞察が狂うのが、自分のコンディションが悪い時とか不安になってる時で、不安になってる時にこの人はこんなこと考えてるんじゃないかって思ってることっていうのが、まあまずちょっとなんかもう妄想の域になってるっていうか、こうデリュージョナル、なんかすごい作り話みたいになってるんですよね。だからこの人はこういう人なんだみたいな。だから好きな人に対しては結構直感が働いてると思うんだけども、嫌いな人っていうか苦手な人っていうところになると、もう途端にわけわかんなくなってるっていうのは確かに自分はあって、でそういうところ、自分が不安な時に、何か説明したり考えたりすることっていうのは大体外れてますっていうふうに、その愛先生の解説であって、なるほどってすごい思いましたね。だからそこのつお話としては、愛先生のお話としては、月の意識で何か物事を解決していこうってするんでなくて、太陽っていうのを輝かせる生き方をしましょうっていう。で、かつ私たちはなんか無意識に月っていうのにエネルギーを奪われてましたっていうことなんですよ。だからそのコンプレックスとかもそうですよね。とか無意識にあるものとか期待とか。で、それがそこをこう、まあ、コンプレックスを伸ばしていかなきゃいけないんだとか、克服しなきゃいけないんだとか、
ここが足りないからいけないんだとかっていうところに、なんでかこうどんどんそれこそ引力みたいに引き寄せられちゃってるって、そうじゃなくて太陽の方の輝きっていうのがあるんだから、そこを発揮していきましょうと、そういう話なんです。で、私だったら太陽牡牛座なんで、牡牛座とさそり座は、真反対なんですけども、まあだから、まあ、陽と陰みたいなところもあると思うけど、結構陽なんですよ意外と。で、形あるものを扱ってる感じですよね。なので、まあ、土ガーデニングだったりとか、なんかアロマテラピーだったりとか、それもなんかその香りを嗅いでというよりは、実際に手を使う、手足を動かして何かこう、まあ、この地上に楽園を作るみたいな感じなんです。だからそういうところっていうのをやる。だから私で言えば、まあ、あまりこう見えない世界っていうのををメインで扱うんじゃなくて、見えるものにこう落とし込んでいくとか、それを表現していくっていうのが太陽の輝かせた方なのかなっていうふうに思います。だからでも逆にね、だからそういう直感とか占いとかそういうのにすっごい惹かれてた自分がいるんですよ。だから不思議ですよね、その逆に行っちゃうっていう。で、かつそのサイキックとか直感とかそういうものができない、なんかマスターできないっていうことにすごくコンプレックスがありました。で、それをどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうってずっとやってきたところもあって、本当に、そこからこう解放される、なんかその説を知ったっていうのもね、月の星座っていうのが、あのむしろこうなんか囚われてる部分で全くないんだっていう、そこを知ったっていうのが、そこから解放されるタイミングなんだろうなって思います。だから、いろいろね、それぞれの人にそういったものがあると思いますよ。で、面白い考え方ですよね。それが正解正しいかどうかは別としても、でも何か囚われてるものっていうのが、実は全く気にする必要がないものなんだよっていうので、とても私は心が軽くなりました。そういったなんか軽くなるトピックっていうのも、ぜひなんかね、見つけてほしいですね。自分がどう気分よく、そして太陽を輝かせて生きるかっていう、そういう観点でね、生きる。だから何してても楽しいっていう人になりたいっていうのがあるんですけどね、楽しいことやってるから楽しいんじゃなくて、そのどんなことの中にも楽しみがあるっていう、自分なりの楽しみとか、なんかもうくすって笑っちゃうところとか、なんかもううひひってなるようなことだったりとか、そういうものがあるっていう、そういうところを生きていたいなと私は思ってますし、そういうところをね、生きていくと楽しいですよ。で、来年は本当にどうなるかが見えないからこそ、やっぱり自分たちでイメージ、一人一人がイメージして、で、そしてそういうなんかコンプレックスとか不安とか恐れっていうところから行くんじゃなくって、ね、なんかこんな風なことやりたい、こういうのがあったらいいなとかっていうのをね、自由にイメージしてみるといいんじゃないでしょうか。そしてそれに何かを取り組むときはなんかコツコツしつつも、だから体としてはトレーニングしつつも、でもなんか気持ちとか意識はぶっ飛んでるっていう、なんか全然違うこといけるぞみたいな感じで、まあやっていきたいですよね。やっていくといいですよ。はい、っていう感じでやってまいりました。今日はすごく私その時間の感覚っていうのも面白くって、この45分も本当に今日はゆったりと感じましたね。私はいつも結構焦ってるんですよ。焦るタイプなんですね。で、いつも追われててっていうのが長かったんですけど、そういうのもなんか変わるものです。はい、それではそろそろ時間になりましたので、また来月はアーティストインタビューでミュージシャンの勝負谷徹さんをお迎えして、インタビューとあと演奏をしていただく予定ですね。早いですが、良いお年をお迎えください。ね、Have a good holiday season and a happy new year ね。まあまだ陰暦のところは単に12月って感じですけども。それでは、See you next month. And thank you for watching. Goodbye.